当に俺はバカだった。シーキー、いや、その、これはだな。もう、どこに行ってたのよ。外に出るときはちゃんと声をかけてから行ってよね。あれ？日が落ちたから目を覚ましてみれば、仕切ったらいないんだもの。トイレにはいないし、ロビーで食事をとっているのかなって様子を見に行っても姿がないし、一体どこに行ってたのよあなたは。いや、ちょっとホテルの外に出てたというか。今に見つかった以上、式だって安全じゃないのよ。むやみに外に出て行って、またあの黒ひょうに襲われたらどうするつもりだったの？ちょっとシキ、私の話聞いてる？ああ、聞いてる。そうだな、俺が悪かった。勝手に出て行って、ごめん。え？そんなに真剣に謝ってもらうことじゃないけど。とにかく、シキは無防備すぎるわ。相手は吸血鬼なんだから、もっと気を引き締めるべきよ。それとも何？もしかして破滅願望でもあるの？自分から殺されに行くとか、私を怒らせるとか。そういうことなら、規定状態と霊気状態をコンマで繰り返す、人間の言葉じゃ表現できないぐらいの極限空間に叩き込んであげましょうか？なわけあるか。あとな、それただの地獄だから。人間の言語表現なめるな、バカ。大体無防備なのはそっちだって同じだろ。その、俺は一度はお前を殺してるんだぞ。そんな俺を見張り番にして眠るなんてどうかしてる。今回だってそうしなかったとは限らないじゃないか。
そういえばそうよね。なんでだろう。なんとなくね、路地裏でシキと話しているうちに信用しきってたみたい。そうか、そこまで信用されてるならそれなりに努力はする。あとはずっと見張っていればいいのか。ええ、とりあえず朝日が昇るまでね。私は部屋から出ないから、シキは誰かがこのフロアにやってくるようだったら用心して。確認するぞ、アルクエイド。路地裏で襲ってきた奴らはお前の敵が差し向けた奴なのか。差し向けたというより巡回ね。一定のルートで街を監視するのがあいつらの役割だったんでしょう。その巡回ルートで私とシキが話し込んでいたから、結果的に私がいるってバレちゃったみたい。バレちゃったってお前の敵に。そう、体調が万全なら手間が省けてよかったんだけど、今の私じゃ逆に倒されかねない。だからシキと一緒にここまで逃げたの。体力が戻る前に襲われたら打つ手はないから。そして敵とやらには手足になる部下がいて、お前には誰もいないと。お前さっき吸血鬼はそれぞれ個体差があるって言ってたけど、これはそういう話なんだろ。じゃあ仲間がたくさんいる吸血鬼ってのはどんなやつなんだ。それはどうすれば簡単に説明できるかな。いいよ、難しいままで。話せることなら何でもいいから話してくれ。俺も訳がわからないけど、なんとか話の筋を見極めるから。そう？ありがとう、シキ。はいはい、お礼はいいから続けてくれ。仲間がたくさんいると言っても何パターンかあるんだけど、この町に潜んでいる人は古いタイプの吸血鬼よ。教会風に言うなら上司の吸血鬼ね。この上司は段階に分けて村や町を犯していくわ。まずは初手、進行1。能力的に優れた人間を見繕ってその血を吸ってしもべにする。吸血鬼に血を吸われた人間は死んで上司の操り人形になるけど、人間だった頃のパーソナリティも残している。要は人格の残った死体ね。使徒の改定で言うと3段階目の上級の使い魔ってところ。
人格の残った死体。要は人間のまま吸血鬼になるってこと。三回程じゃ吸血鬼とは言えないかな。人間以上の体になったけど、まだ子を作ることはできない働きありの司令塔ぐらいと思って。じゃあ路地裏で出てきた奴らは。あれはもう一個下、二階艇目の指揮。人間への擬態もできない、命じられたことをこなすだけの労働力よ。都市の人間をある程度の数しもべにした上司は棺を用意して眠りにつく。日中は活動できないし、何より上司の吸血鬼は活動するだけで目立つから、食料の備蓄、勢力拡大はしもべたちに任せるの。かくして三階艇より上のしもべたちは人間に擬態して、少しずつ他の人間たちを捕食していく。人間の血肉はしもべたちの活動源にもなるけど、その大半は上司に送られる。上司は棺で眠ったまま力を蓄え、最後にはコミュニティごと自分の血肉に変えてしまう。これがこの町に潜んでいるものの特性よ。今はまだしもべの数が少ないから大した能力はないんだけど、犠牲者が増えれば増えた分だけ上司の力は増していく。その前に棺を見つけて倒してしまえばいいんだけど、私はまだ敵の寝床さえ見つけられていない。今回はよっぽど巧妙に隠れてるのか、気配さえ感じない。寝床を見つけちゃえば片付けるのは簡単なんだけどね。今回は手がかりがない状態だから、仕方なく昼間から街を歩いて調べていたの。そうしていたら通りすがりの殺人鬼に襲われちゃって、まあ大変。なるほど、とりあえず話は見えてきた。この町には人間を食い物にする化け物が巣っていて、アルクエイドはそれを退治しに来たけど、そいつの居場所を探している時に、その俺にやられちまって、今は弱っているから回復するまで隠れてる。そういうことか。うん、簡単にまとめるとそういうことかな。じゃあ次、その敵とやらは何だってそんな回りくどいことをするんだ。しもべなんか作らずに全部一人でやればいいじゃないか。単純に弱いからよ。どれほどの懲罰能力、どれほどのライフスケールを持った吸血鬼でも一人では生きられない。弱点が多い彼らは決して表舞台に長居はしない。だから脆弱だけど弱点の少ない人間を使い間にして安全圏から血を集める。言ってしまうとリスク回避ね。弱点が多いね。その具体的には、日の光、魔力枯渇が主だけど、最大の弱点はそうね、敵が多いということかしら。敵が多い、それはお前みたいな。私は例外というか特例よ。吸血鬼はね、人間に嫌われているの。人間の最大の武器は数と共有でしょ。いるのよ、世界には吸血鬼が事件を起こせば駆けつけてくる、吸血鬼を殺すことだけを目的とした人間が。特に陰湿で執念深いのが教会、西欧を中心にした宗教の異端狩り、主の意志を人の手で代行するなんてお題目から代行者と呼ばれているわ。もう何百年も使徒を殺す技術を磨いてきた人間たちでね、
こいつらは下手な吸血鬼より厄介よ。だから吸血鬼は一旦隠れるの。いちいち相手をしていたら血も集まらないし、何より封印される危険性があるから。一旦隠れる、つまり血をたくさん集めてしまえば隠れる必要はない。そうよ、力さえつけてしまえば隠れる必要はない。教会の代行者たちがやってこようと後の祭り、吸血鬼はその町で貯めた資産で暴虐の限りを尽くす。そうして町を完全に食い物にした後、また新しい狩り場を求めて移動する。あなたたち人間が吸血鬼を排除したかったら、それは事件が起きる前に気づくしかない。吸血鬼事件なんてものが起きた時点で、その町は根元から腐っている。四季には悪いけど、もう何人ものしもべが徘徊しているこの町は、あなたたち人間の手では回復できない状況よ。やっぱり俺には信じられない。何よ、私がシキを騙してるって言いたいの？いや、そうじゃないよ。アルクエイドの話は全部本当だってわかる。お前嘘とかつけないだろ。当たり前じゃない、その必要性がないんだもの。だからさ、俺はお前が信じられないじゃなくて、吸血鬼ってものがわからないんだよ。気軽に吸血鬼吸血鬼と言うけど、まだピンとこない。確かにお前は人間じゃない、それだけはわかる。でもだからって吸血鬼とか言われても実感が湧かないんだ。そういえばそうね、四季の知ってる吸血鬼像と私という吸血鬼像は大きく違うし。ああ、そういうことだ。俺は吸血鬼なんてものが本当にいるってことより、吸血鬼がこんなやつだなんて想像もしなかった。古いタイプとか言われてもお手上げだ。お前とそいつらの違いもわからない。そっか、人間から見ればそうよね。どっちも未知ならどっちも同じくらい危険に見えるってことか。いいわ、それじゃあ今回はさらに特別授業、吸血鬼基礎編について教えてあげましょう。いいけどさ、なんだよその基礎編って。四季は素人だから、吸血鬼なら子猫でも知っているようなことから始めないといけないでしょ。だから基礎編。大丈夫、先輩としてバシッと教えてあげるから。はあ、OK、とりあえず手短に頼むよ。任せて、できる限り努力するわ。
まずは種類分けね。一般に吸血鬼とは言うけど、大きく2つのものに分けられるわ。元から吸血鬼だったものと、後から吸血鬼になったもの。前者を神祖と言って、後者を使徒と呼ぶの。あなたたちが吸血鬼と呼んでいるのは使徒の方。さっきの海底の話も使徒の生態系ね。人間の血を吸い、しもべにして、太陽の光に弱く、洗礼儀式の前に敗退する。私たちの敵も使徒と区別される吸血鬼よ。その使徒ってのは初めから吸血鬼じゃないって言ったけど、それはどういうことだ？使徒は人間とか動物とか、とにかくもともとは吸血種ではなかったものたちよ。魔術の果てに不老になったものか、血を吸われてしもべになったものとがいる。まあどっちの場合も結果は同じだけど。吸血鬼になったものは不完全ながらも不老不死の肉体を手に入れて、人間のカテゴリーから外されるの。ねえ、シキ、あなたは吸血鬼の特徴をどのくらい知ってるの？ありきたりのイメージしか持ってないよ。処女の血を吸ったり、睨むだけで金縛りにしたり、霧になったり、狼に変わったりするあたりが一般的に聞く吸血鬼のイメージだけど。うん、大体は合ってるかな。処女の血を吸うというのは、まだ他の人間と体液の交換をしていない血液が彼らの遺伝子を補うのに適しているから、通常の血液より栄養がある程度の違いね。使徒、後天的に吸血鬼になったものは不完全な不老不死なの。確かに不老で死ににくい動的な細胞を持つ生命体に変貌したけど、それは燃え盛る火のようなもので、エネルギーを常に補充しないと消えてしまう。どんな生物だって栄養を取らないと活動できないでしょ。それと同じよ。ただ吸血種は食事、栄養さえ取り続けていれば寿命がないということだけ。使徒たちのような吸血鬼になった吸血鬼はね、自分が生きていくのに必要だから血を吸うの。もともとは人間だったから、不老不死の肉体というのは無理があるのよ。彼らの肉体を構成する遺伝子は、長生きすればするほど、力をつければつけるほど、原子の増大に耐えられなくなる。力を増やし続けないと崩壊してしまうくせに、力をつけすぎると自己の形、秩序を保てない。それを補うためにはどうするか。簡単よ。他から自分のような異常な秩序ではない正常な秩序を取り込んで、失われていく秩序を補完していけばいい。人間が食事に有機化合物を好むのと一緒。吸血鬼は血液からその正常な遺伝情報やカロリーを採集する。魂の熱量と言い換えてもいいわ。要は人間の血を吸って、その遺伝情報を取り込むことで自身の肉体を固定してるってこと。使徒にとって吸血は食事や力のプールであるのと同時に、存在のために必要不可欠な行為なの。
で次は睨むだけで金縛りにするってやつね。これは魔眼の一種よ。眼球は便利で強力な魔術回路だから魔眼を持つ吸血鬼は多いわ。指向性の魔力放出機能が分かりやすいかな。目からそうね、ビームっていうの、ああいうのを出すイメージ。ちょ、出るのかビーム。何でもそんな意味不明な吸血鬼はいないと思う。あくまでイメージ、イメージの話ね。っていうか魔眼ってなんだよ。特別な目のこと。魔術回路を使用してシングルアクションの魔術を放出する異能、まあ技術みたいなものね。ほら、人間には剣術とかあるでしょ。あれと同じ。いろいろな種類があるけど、使徒であれば誰でも使える技法みたいなものよ。もっとも鍛えたところで威力は術者の個体差、才能に左右されるけどね。私たち吸血鬼が持つのは魅惑の魔眼。これが基本にして最も強力というか、吸血鬼というあり方において魅惑以外の魔眼はあんまり意味がないというか。魅惑の魔眼は見た相手を魅惑するんじゃなくて、吸血鬼の目を見てしまった相手を魅惑するの。強力な吸血鬼は魔眼で相手の脳に意志を叩きつけてその思考を完全に掌握するんだけど、まあそこまでの魔眼を保持する人は稀かな。理屈はさておいて、要は目を見たらまずいってこと。うん、よくできました。だから吸血鬼と向かい合った時は顔じゃなくて全体を俯瞰するのが基本よ。相手と目線を合わせるなんて自殺行為だからね。次は霧になるだっけ。これも2種類に分類されるかな。高等なのは本当に粒子化するもの、自己を拡散させて現象になるという離れ技。これが広範囲かつ長時間できる人は数えるほどしかいないはず。で、下等なのは目くらましね。影武者の方が分かりやすいかな。用心深い吸血鬼は分身を作ってそれに意識を乗せて活動する。用が済んだら分身を操る魔力をカットするんだけど、それが塵になって無散することから霧になって消えたように見えるだけ。狼になる、他の動物に変わるっていうのは破損した肉体を使いまで補っている副産物ね。長い年月を生きた吸血鬼ほど崩壊する肉体の保管は通常の命では間に合わない。だから力のある獣を取り込んでそれを体として使っている。必要な時はその獣を元に戻して刺激するから狼になった、狼を出したように見える。使徒たちは命のリペアとして
古い獣を一匹ぐらいは体に取り込んでいる。けどそれが限界。あんまり多く取り込むと今度は吸血鬼の自我が獣と混濁してしまう。使徒の中でも複数の獣を使い魔にしているやつは一人だけ。そいつももう消えたけど。こんなところかな。四季が言ったイメージをもとにざっと概要だけを説明したけど、吸血鬼がどんなものか分かってもらえた？乱暴なまとめだけど、とにかく人の形をした、人と同じ知性構造をした吸血種を吸血鬼と呼ぶの。その中身がどれだけ異物でも、基本形態が人なら吸血鬼として問題ないわ。じゃあ次は私の番ね。実を言うと、私も大事なことを聞き忘れてた。なんだよ、俺に聞くようなことは何もないだろう。俺は吸血鬼でも何でもない、ただの学生なんだから。ふん、それじゃあ聞くけど、シキ、あなたどうやって私を殺したの？は？だからどんな手段を使ったのかって聞いてるの。ルーンやカバラあたりの秘術には抗体ができているから効かないし、抗体耐性ができてないもの。私がまだ経験したことのない魔術となると、この国の古神道と南米の秘宝ぐらいのものよ。いえ、それだってあそこまで私を殺しておくことはできない。答えて、シキ、あなたどんな年代ものの神秘で私を再起不能にしてくれたの？いや、年代物の神秘って何のことだ？だから概念武装のことよ。歴史と想念を蓄えた触媒。この国にも神器ってあるんでしょ？大抵は法杖や剣、宝石や仮面を使用する魔術霊装のことだけど。ねえ、シキ、あなた本当にそっちの方面の人じゃないの？そっち方面も何も、俺はただの学生だって言ったじゃないか。知ってることなんて何もないよ。嘘よ、魔術師でもない人間が私を傷つけることなんてできないわ。シキ、私に隠していることあるでしょ。すまん、実を言うと一つあったっぽいけど、関係あるのかなこれ。なんて言ったらいいのかな。俺さ、物の切れる線が見えるんだよ。切れる線？それどういう意味？だから物の切れる線が見えるんだよ。俺、生き物とか地面とか、とりあえず触れられるものなら全部亀裂みたいでさ、それに刃物を通すとあっさり切断できるんだけど、これ意味あるか？鉄をナイフ程度で切れるのは便利だけど、別に好きなところが切れるわけじゃないんだ。線が見えてるところしか切れないから、日曜大工にも使えない。お前を切った時だって、そのナイフなら女の肌ぐらい切れるだろう。
そう、直視の魔眼なんて童話の中だけの話と思ってたけど、いるところにはいるものね。あなたみたいな突然変異の化け物が。なんだよそれ。俺は吸血鬼に化け物なんて言われる筋合いはないぞ。化け物は化け物でしょ。物の死を見る魔眼なんて私たちでさえ保有しているものはいないんだから。物の死を見る、それ以外の何だっていうの。四季、あなたの目は生物としてつながってはいけない場所と回線が開いているんでしょうね。その目は生まれついてのものなの？いや、こうなったのは昔からだけど、生まれついてのものじゃない。それじゃあ以前一度ぐらい死んでみたことがあるでしょう。お前じゃあるまいし、そう簡単に死ねるか。でもまあそうだよ、以前事故で死にかけた。線が見えるようになったのはその後からだ。潜在的な素質もあったんだろうけど、きっかけはそれでしょうね。直視の魔眼か。確かにそれなら間違いなく私を殺せるわ。アルクエイド、お前この線が何だか知ってるのか？実際に知覚できるあなたほどじゃないけど、知識としてなら説明できるわ。あなたが見ているものはね、万物の結果、物の死にやすい箇所なのよ。もっと分かりやすく言うのなら、あらゆる存在の死期、死そのものよ。何言ってんだ。俺が見てる線なんて、ただそこが切れるだけのものじゃないか。だからその線が死なの。いい意識、ありとあらゆるものには終わりがある。それがいつになるかは個別差があるけど、とにかく果てというものはある。死は到来するものではなく、誕生した瞬間に内包していて、いつか発現するものよ。それが原因と結果、因果律って言葉聞いたことあるでしょ。ここにある以上、それは必ず消えなくてはいけない。原子の流動、エネルギーの約束ごとね。たった一つの例外、ほんの小さな間違いも秩序は許容しない。だってそんなものがあったら、この宇宙の前提が崩れてしまうんだもの。それこそ泡のように消えてしまうわ。見当違いじゃない。あなたの目はそれぐらい最悪な目ってこと。いい、消滅は万物にあらかじめ設計された決まりなの。どんなに長い寿命、どんなに強大な生命にだってこれはある。たとえ宇宙の寿命より長い寿命を持つ生命があるとしても、それは無限に生き続けるわけじゃない。この定められた消滅が物の式で、それは初めからあるわけだから、式という概念を理解できる機能、それと回線が合っている脳髄と眼球があるのなら、目で見ることは不可能じゃない。それがあなたの見ている線の正体よ。あえてあなたたち風に理論づけるのなら、原子結合の宿命的欠陥部分というところかしらね。それともその個体の死因を発現させる遺伝子に用意されたテロメア的なスイッチかな。とにかくあなたが見ているのは、物の死にやすい線、死という結論そのものよ。よくそんな状態で今まで生きてこれたものだわ。
よっぽどあなたは心が穏やかなんでしょうね、シキ。そんなものあるはずがないし、まして見えるわけがない。あなたには見えてるじゃない。普通生物は首を切ったら殺されるわ。これは切断したから停止したということよね。逆に言えば首を切断できない生物は殺されないということになる。あ、これは私のことだから例外にしておいて。あなたはその決まり事を無視できるのよ。あらゆる外的要因を無効化するものが相手でもまず殺す。殺された相手はその後で死んだ状態になるんでしょうね。切断したから殺害できたじゃない。あなたの場合は物を殺害したからその結果として対象が切断される。ほら、これが化け物でなくて何だというの。物が切れるだけの線って言うけど、その両目は今まで生まれてきたどんな異能より得意なものよ。あなたはね、シキ、あらゆるものを殺してしまう死神みたいな目を持っているんだから。じゃあ何か、俺はお前だって殺せることになるぞ。何でも殺す物騒なやつなんだからな。そう、じゃあ試しにやってみよっか。ほら、いいから本気になってみて。あ、もしかしてそのメガネで見えないようにしてるの？いいんだな。どうして？どう？線はほとんど見えないでしょ？私ね、夜は四季のない生き物なの。だからあなたの目でも殺すことは不可能でしょうね。
それでもちょっとは見えちゃうのかな。夜は死なない私だけど、昼間は多少の死期ができてしまう。その弱点を突かれて私はあなたに殺された。あの時は大仕事の後だったし、即死体制も落ちてたしね。結果私はあなたに殺されて、この通り夜でも死期ができるほど弱ってしまった。要するに不老不死で亡くなったわけだけど、四季、私の体の線が切れる？やりにくいと思う。線が見えたり見えなかったりするから、アルクエドが眠ってでもいない限りできない。でしょ、それがあなたの最大の欠点ね。どんなに死が見えていようとも、その線を引くのは四季自身の腕じゃないといけない。いくら私が弱ってるからって、四季に捕まるほど運動能力は低下してないもの。なんだよ、まだ何かあるのか。うん、そうじゃなくて、そのメガネをかけていれば線は見えないの？まあそうだけど、昔俺の目がこうなった時に出会った人がくれたんだ。今じゃレンズだけしか使ってないけど、これのおかげでなんとか普通に生活が送れてるんだよ。そっか、そうよね。どんなに強い心があったって、死とずっと向き合っていたら発狂するか、眼球を潰すしかないものね。あのな、さっきから言いたい放題、物騒なことばっかり言いやがって。少しは遠慮してくれ。あと近い。止まれ。いいからそこで止まれ。止まらないと花瓶投げるぞ。ねえ、それ見せて。いやだ、これは大事なものだから渡さない。別に壊したりしないってば。ねえねえ、本当に見るだけだからいいでしょ。